全国1億2000万人のインパクトドライバーファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今回インパクトドライバーを新しくしました。今まで使ってたのはこれです。マキタ 18V TD149D です。まあこれが古くなって、まあ、具合が悪くなっちゃったっていうわけではないんですが、ちょっとインパクトドライバーを買わなければならない事情ができまして、もう一台購入しました。はい、新しいの来ました。おお、新しいインパクトドライバーは電池も 6.0Ah18V、 電池の容量が大きくなってますね。モデルは TD172D です。かっこいいですよね。今まで使ってたやつはバッテリーは 3.0Ah、 新しい方のインパクトには打撃の調整機構がついてますね。そしてここに楽々っていうボタンがあるんですが、ちょっといまいち使い方は分かりません。後で取説読んでみます。新しい方はこの晴天と逆転の切り替えボタンを中立にしてトリガーを引くとライトになります。これ便利ですよね。このヘッドの大きさも随分違いますね。小さくなってます。狭いところの作業でも便利に使えそうですね。今回なんでインパクトドライバーを新しくしたかというと、今まで仕事で使ってたのが壊れちゃったんです。これが仕事で使っていたインパクトドライバーの充電器と電池です。この充電器とバッテリーに今まで家で使っていたピンクのこれですね、このインパクトドライバーを組み合わせちまおうって魂胆です。ちなみに 18V のインパクトドライバーでしたら 14.4V のバッテリーが使えます。逆に 14.4V 仕様のインパクトドライバーに 18V のバッテリーはつかないみたいですね。まあいわゆる一つの357マグナムのリボルバーに38スペシャルの弾丸は使えますが、38スペシャルのリボルバーに357マグナムの弾丸が使えないと一緒ですね。てかこの白い箱、ピンクのインパクトドライバーの箱なんですが、古い充電器入れると蓋が閉まりませんでした。なので仕事用にも新しい充電器を使いましょう。インパクトドライバーも本体のみで、本体だけで販売はされてるんですが、なんでセットで買ったかっていうと、バッテリーが欲しかったんです。この 6.0Ah のバッテリーは一つ 1万6000円ぐらいしますからね。互換バッテリーだったら安く買えるんですが、ちょっと充電中に発火とかしちゃったらシャレになんないですからね。これはマキタの 18V 仕様のランタンです。
そして同じく 18V 仕様のドリルドライバー。他にも扇風機やラジオがあります。なので5台バッテリーが必要ってことになりますよね。はい、OK 牧場。今回は新しいインパクトドライバーを買いましたっていうただの自慢の動画でした。それではまたねー。